2022年度の A 久順位戦は3月2日の最終戦で大詰めを迎える25-26日の王将戦第5局で羽生義晴球団相手にシリーズ3勝目を挙げた藤井聡太五冠20竜王大井英王位 A5 王将棋聖が A 久1期目にして名人戦の挑戦者争いで有力だ しかし、前節の8回戦で敗れて、6勝2敗となっており、藤井聡太らが9回戦で敗れると、最大で5人のプレイオフになる可能性がある。最終戦の勝敗予想と、成り行き、過去のプレイオフ、A 級1期目の騎士の名人戦初挑戦などについて、田丸る九段るが解説する。騎士の肩書きは当時、将棋界の一番長い日 A 級順位戦の注目度は高い。 A 級順位戦の最終戦は、将棋界の一番長い日と呼ばれている。名人戦の挑戦者争い、一流棋士の証である A 級の地位を守る残留争いなど、過去にはいろいろな万丈ドラマが繰り広げられてきた。メディアや将棋ファンの注目度もかなり高い。2023年の A, A 級最終戦は、3月2日に静岡県静岡市、不月楼で全5局が一斉に行われる。 永遠の池に浮かぶ月の美しさが名称の由来というその料亭は落ち着いた佇まいがあって最終決戦の場にふさわしい2018年から6年連続で対局場になっていて将棋名人戦第0局とも形容されているなお江戸幕府の最後の将軍となった15代徳川慶喜は大政奉還後の明治2年から20年にわたって不月楼に住んでいたという。 A 級順位戦の最終戦を迎える時点で各棋士の成績は次の通り括弧内は年齢と A 級の順位6勝2敗広瀬昭人八段5分の36位藤井聡太五冠9分の20位5勝3敗斉藤慎太郎八段1分の29位豊島正幸九段4分の32位長瀬拓也王座6分の30位菅井達也八段8分の30位 4勝4敗、稲葉明八段、10分の34位。3勝5敗、佐藤天彦九段、3分の35位。1勝7敗、糸谷哲郎八段、2分の34位。0勝8敗、佐藤康光九段、7分の53位。名人戦挑戦者になる可能性のある棋士は6人もいる。A 級順位戦の最終戦で、名人戦の挑戦者になる可能性がある棋士は、なんと6人もいる。 それに関連する対局は、次の4局は、先手番。広瀬八段、菅井八段。対戦成績は、広瀬の4勝3敗。戦型は、菅井の中飛車が予想される。前期の A 級順位戦では、菅井が勝った。藤井聡太五冠、稲葉八段。対戦成績は、藤井聡太の5勝2敗。戦型は、相掛か,かりが予想される。前期の B 級1組順位戦では、稲葉が勝った。 稲葉は2017年の名人戦で挑戦者になった。斎藤八段、長瀬王座。対戦成績は長瀬の6勝4敗。戦型は相掛か,かりが予想される。前期の A 級順位戦では斎藤が勝った。斎藤は2021年、22年の名人戦で挑戦者になった。豊島九段、佐藤隆九段。対戦成績は豊島の20勝6敗。戦型は相掛か,かりが予想される。 ト島は直近の対局で佐藤に13連勝している。両者は以前に名人を獲得した。佐藤は2016年から18年の3期。ト島は2019年の1期。あと1局は糸谷八段、佐藤康志九段。両者は B11 組への高級がすでに決定している。藤井聡太五冠が名人戦挑戦者に決まるパターンは、 以上のデータをもとにして、名人戦4連覇を目指す、渡辺明名人38、起用を含めて2冠への挑戦者争いを推測する。1対戦成績だけで予想すると、広瀬と藤井聡太が勝つことになり、両者のプレーオフで、名人戦の挑戦者が決まる。どちらが勝っても、初挑戦である。2、広瀬が勝って、藤井聡太が敗れると、広瀬が挑戦者になる。 三広瀬が敗れて、藤井聡太が勝つと、藤井聡太が挑戦者になる。四広瀬と、藤井聡太が敗れ、豊島も敗れると、斉藤永瀬の勝者、広瀬菅井、藤井聡太の4人で、プレーオフを行う。5、広瀬と、藤井聡太が敗れ、豊島が勝つと、斉藤永瀬の勝者、豊島、広瀬菅井、藤井聡太の5人で、プレーオフを行う。1、2、3のケースは、一局のプレーオフ、または無勝負で、名人戦の挑戦者が決まる。 4のケースは計3曲のプレイオフ。5のケースは計4曲のプレイオフで名人戦の挑戦者が決まる。複数のプレイオフの方式は一般的なトーナメントではない。今期の A 級順位をもとにして、下位の騎手から勝ち上がっていくパラマス方式で名人戦の挑戦者が決まる。このケースで斉藤長瀬の勝者を斉藤と仮定すると、次のような対局が組まれる。最初に9位の藤井聡太と8位の菅井が対局。A。 A の勝者と5位の広瀬が対局 BB の勝者と4位の豊島が対局 CC の勝者と1位の斎藤が対局しその勝者が名人戦の挑戦者に決まるつまり藤井聡太はプレイオフなしで名人戦の挑戦者になる可能性がある反面最多の5人のプレイオフでは最下位のために4連勝しないと名人戦の挑戦者になれない 天と地ほどの違いがあり藤井聡太の対局日程はさらに過密になりそうだ一方で斎藤は対戦相手にかかわらず1勝すれば3期連続で名人戦の挑戦者に決まる4人以上でプレーオフが行われたのは4例ある過去50年の A 級順位戦の最終戦の結果によって4人以上でプレーオフが行われたのは4例ある 1979年には上位から森慶二八段、米長邦雄起用、大山康春十五世名人、二上達也九段の4人が6勝3敗で並び、2番手の米長がプレーオフを制した、1992年には上位から谷川浩二竜王、南邦一九段、高橋道夫九段、大戦十五世名人の4人が6勝3敗で並び、3番手の高橋がプレーオフを制した。 がんの再発、手術から公式戦に復帰した大戦の驚異的な生命力は称賛された。しかし、無理がたたったのか、1992年7月に69歳で死去した。2015年には上位から、なめ方正治八段、渡辺二冠、久保利明九段、広瀬八段の4人が、6勝3敗で並び、1番手の行方がプレーオフを制した。 2018年には上位から稲田八段、羽生義晴三冠、広瀬八段、佐藤康九段、久保王将、豊島八段の6人が6勝4敗で並び、2番手の羽生義晴がプレーオフを制した。なお、以上の4例の挑戦者は、名人戦でいずれも敗退した。 過去50年の A 級順位戦で1期目の棋士が名人戦に初挑戦したのは1978年の森八段1983年の谷川八段1994年の羽生善治棋聖1995年の森下拓八段1996年の森内俊幸八段2016年の佐藤天八段2017年の稲葉八段2021年の斎藤八段の8例がある。 そのうち、谷川八段が加藤一二三名人、羽生義晴棋聖が米長名人、佐藤天八段が羽生義晴名人をそれぞれ破り、新名人になった。とはいえ、先手番である藤井聡太五冠が有力化。3月2日に行われる A 級順位戦の最終戦。その結果によって生じる名人戦の挑戦者争いをいろいろなケースで推測してみた。なんといっても藤井聡太五冠がやはり有力だ。 最終戦の稲葉八段との対局で勝率が圧倒的に高い先手番であることが大きい王将戦第5局の羽生善治九段戦で先手番連勝記録を27に伸ばしている藤井聡太五冠が A 級一期目で名人戦に初挑戦し4月から始まる名人戦で渡辺名人を破って新名人になれば1983年に谷川名人が樹立した21歳2か月の最年少記録を更新する その前に進行中の王将戦、起王戦を制覇すれば、六冠から七冠へのタイトルロードとなる。大出し舞台に藤井聡太五冠と羽生善治九段が激突王将戦第五局は藤井聡太五冠が勝利。タイトル防衛に大手。島根県。 将棋の藤井聡太五冠と羽生吉治九段による王将戦第5局が25日と26日の2日間島根県大田市であり藤井聡太五冠が勝利を収めタイトル防衛に王手をかけました王将戦七番勝負の第5局は25日と16日に大田市の三別荘を会場に行われました 王将タイトルの初防衛を目指す藤井聡太五冠とタイトル通算100期を狙う羽生義晴九段はここまで2勝2敗のがっぷり4つ2日間にわたる長丁場の末に勝負が決したのは午後6時過ぎでした藤井聡太五冠が投じた101手目に対して羽生義晴九段が投了藤井聡太五冠が勝利を収めました この結果により、王将戦は藤井聡太五冠が3勝2敗でタイトル初防衛に王手をかけました。藤井聡太聡太五冠。3勝2敗のあまりスコアは意識せずに次曲も頑張りたい。藤井聡太五冠がこの勢いでタイトルを防衛するのか。羽生善治九段の巻き返しはあるのか。次回第6局は3月11日から佐賀県で行われます。